世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。次世代に活躍する理想のリーダーになるためには、はい、質問なんですけども、ええ、ヒマラヤ大聖者のヨグマ大臣にとってですね、これからの会社や国、はい、そして多くの人の上に立つべき理想のリーダー像とはどういうものなのか、はい、ヨグマ大臣のご意見をいただけたらなと思っております。まあそれはね、体力、よくメンタルが強いとかいう言葉もね使われていますけれども、まあ心もある程度ねしっかりして、またさらにね、魂の力というか、そういう力があるんですけれども、総合的にね、こうバランスが取れて、そして力を発揮できるようなね、そういう人が理想になれるのかなと思いますよね。戦いが多いこういう世界、競争社会ですからね、どうしてもこう人のあらを探したりね、そしてこう周りのことを気にしたりね、でそういうことに心が振り回されてしまう。ですからこう心が平和でね、不動の心っていうのをね、だからそういうのをこう生まれながらにね、こういい素質を持っていらっしゃる方もいると思うんですね。そしてこう環境がいい環境が与えられてね、で親の愛をいっぱいいただいて、学歴もつけたりね、まあ、そういうことをこう理想的なこう生き方をね、されて、そしてこう恵まれてね、そして良きリーダーになるっていうこともあるんですけれども、やはりこのいろいろ体験してもね、それは心の体験なんですね。ですからどうしてもこう自分の価値観っていうものができてしまって、でこういろいろ本を読んだりね、それは本を書かれた人の価値観がねそこにあると思うんですよね。ですからいろいろ、じゃあそれをこういろいろな本をもちろんたくさん読んだりとかね、まあ、いろいろ体験したりとかはもう全部体験して分かって、そして理想のリーダーになるっていうと、もうそれでねストレスを抱えてね、その理想のリーダーになる前にね、こう疲れてこうくじけちゃう人も多いんじゃないかと思うんですね。だからこれから理想のリーダーになっていく、そういう修行をねぜひしていただきたいなって、まあ、それはね、まあ、悟りの修行をやるとですね、そうするとこう物事がこう聴感してこう分かってね、自分のこう価値観だけでなく、そういうねいろいろな側面からねこう判断をしてですね、そしてものを決定できる、そういった意志の力を強めるとか、そのウィルパワーっていうんですけれどね、この私たちこういろいろな考えがあるとかえってこう迷ってしまうわけですね。ですから自分を信じるとかね、その高次元の存在を信じる、もっとこの心以上の存在を信じていくことによって、こういいアイデアが浮かんだり、それですぐさまそれを実行するとかね、こうなかなか実行できないとか、そういう、こととかですね、さらにこのゴリゴリやってもね、人間関係こう摩擦ができてしまいますので、もっとこう優しさみたいなものも必要だと思うんですね。こう宇宙的な愛を持ってこう相手を許したりね、でもっとまたやり直せば大丈夫ですよみたいなね、これができなかったらとか、こう何かこうね強くこう叱ってしまうとかね、そういうふうになるとこうみんなこうトラウマになってね、でその仕事ができなくなるってこともありますから、相手をこう育てていくのにはね、もっと相手の立場に立ったりね、もっとそれを許しを加えたり愛を盛り込むというね、そういうもっとこう慈愛の精神もこう皆さんこう育んでいただくっていうのが理想のリーダーになるのにね、すごく必要なんじゃないかなと思いますよね。やはりこう持続力っていうかね、すぐ疲れちゃったりしたらもうそんなにね責任重い立場をこう投げ出したくなっちゃうっていうのがあると思うんですね。ですからくじけないでこう続けて継続してやっていくね、そういうこう不屈の魂というかね、まあ、生命力っていうのも必要だと思うんですよ。
だからなんか頑張るんだけど、頑張りすぎてくじけちゃうっていう人も、こう頑張るっていうのが多いんじゃないかと思うんで、いろいろ学んで学んでね、で体験してって、そうやってこう甘いも辛いも全部こうね、それでこう乗り越えてやっていくって、まあそれをこう古いあのタイプのね人だと思うんですね。これからはね、もっとこう優雅にね、理想のこうリーダーになっていただきたいなってね、それ宇宙のパワーをいただきながらね。だからそういう意味はこのやはりこうあのヒマラヤ聖者、ヒマラヤ聖者はですね、この本当にこの体っていうのが小宇宙でありね、それ全てをコントロールできる、全てを知り尽くしてね、そしてそれをコントロールして操ってね、で周りの人のいろいろなこともね、この自分のことが分かると周りのことも自然に分かるということでね、でそれにはこう瞑想をしているんですけれどね、で瞑想をして自分の中に一体何があるのかっていうところとですね、それからやっぱり外側の修行というかね、そのやっぱり相手に、あの相手との、相手は鏡なんですよね。ですから常にそこに学びがあると思い、そこに愛があるのかな、許しがあるのかな、感謝があるのかなとかね、尊敬があるのかって、そういうところでですね、常に相手を通して自分が成長していくということでね、でもっともっと相手を生かすという、で相手を生かすことができるとね、こう自分勝手なリーダーだと、困っちゃいますからね、相手を生かしながら自分も成長していく、そしてこう無限のパワーがあって、無限の英知で無限の愛があって、こう見ながらなんかこうちょっとやったらこう疲弊してしまってね、そのなんかなくなってしまうっていうんじゃなくて、そうやってこうゆとりを持ってねできるっていう、でそれにはこうやはりね、常にこう自分をこうリセットするっていう、整えるっていうことがね、やはりこういろいろストレスを受けるとね、ああ今日は疲れたからもう嫌だなとかね、だからそういうものが取れてね、また新たな活力をいただいて、で何を食べたらいいかとかね、どういう生き方をしたらいいか、こう自然に分かるというかね、そういうふうにね、まあ、自分を信じ、またもっとこの尊い存在が私たちをこう生かしめているね、存在がありますので、それを信じてね、そうやっていくとね、そこからこうパワーをいただく、ブレッシングっていうのが起きるんです。そうするとこう、まあ、何かこう読んでこう頭が良くなるっていうんじゃなくてね、こう宇宙の仕組みが自然に分かってね、どういうふうに生きたらいいのかって、こう自然体でね、で周りをこうすごくね生かしながらね、自分も生かして、それで上手に喋れてね、いろいろなことがこう一知って十を知るみたいな感じでね、こうすごくね豊かな人になる、そして周りの人も豊かにしていくことができね、でこの自分の仕組みが分かると、会社の仕組みも分かりね、こういう世の中の仕組みも分かりね、でどういうものがこれから流行るのかとかね、何をどうしたらいいかとか、その経営的な手腕もねこう上がってね、でこう総合的にあのいいハンドルを取って、自分も操縦するし、組織をこうまとめる力っていうの、で周りの人に手伝ってもらいながらこうやっていくってことができるのかなって。もちろんそれをなんかストイックにね、こうなんかこう技術磨くとかあると思うんですけれども、やっぱりリーダーとなると、こう一つの関係性っていうのもね、こう恐れないでこう愛と愛でつながって、そして相手を生かしていくって、相手を育てていく、自分もこう、まあ、一流になりながらね、だからその技術的にこう一流になるのとね、やはりこう人間的な成長っていうのが必要だと思うんです。だから両輪でやっていかなくちゃならないので、だからこう集中するっていうのと手放すっていう両方の修行が必要なんですね。なかなか難しいですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはそれをね満たしてくださって、それでそのマントラっていうのがあるんですけど、それいただくとね、すごいリーダーシップが出てくるの。でそういう自分がそういう波動になるとね、で不動の心になるし、アイデアが湧くしね、愛が湧くしね、そしていろいろなことが分かるっていう、
だからそういうこのマントラとかね、あとそのクリアの秘宝とかありまして、この火のエネルギーを起こしてね、こういらないものを燃やしてしまう。ですごく自分の質がね、クオリティが高くなるんですよ、うん、こう私たちにこう意識改革ってあるんでしょ、人間を改革していく。だからこう中身から変えていく、そういうやっぱ内側の変革をしていかないと、なんかちょっと自信がなかったりね、うん、こう内側から湧いてくるものがないと、やはりこうアイデアが湧いたりね、こう愛が湧いたり、なんか外からこう取り入れるとね、こう調べてからとかになるとね、時間がないわけです。なんか問題が起きたらね、こう大丈夫とかね、そう生きてガッとこう進む力とかね、だからみんなで相談してとか言ってるとこう誰かがね、もうもっともっと怪我がひどくなったりね、いろいろどんどん破壊の方に進んでしまうってこともありますよね。バッと止めなくちゃいけない。だから自分を信じる力とか、相手を信じる力とか、そういうね、こうオールマイティの力をこう目覚めさせるのにね、私ヒマラヤの聖者でですね、皆さんがそうにあのそういうワンネス、いいエネルギーとワンネスになるということをお伝えしてるんですね。それやっていくと、こう否定的な心とか全部消えてね、大丈夫っていうね、こう今にいる心になって、いろいろなものがどん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 いい方向に運んでいく、うん、そういうこうね、クリエイティブな力がどん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 目覚めてくるんですね。ですからそれをぜひね、こう私は皆さんに授けているんですけれども、遠慮なく伺っていただければいいと思います。ありがとうございます。